こんにちは、まやこです。今日は一泊旅行のパッキングのご紹介になります。これが何年か前に入院した時に入院ってちょっとね気が重くなりますけれども、海外旅行みたいな感じで荷物を入れようと思って購入したゴロゴロコロコロね、なんていうんですかね、車がついてる引っ張れるやつ、それに入れようかが、ちょっと前ご紹介したこのロンシャンのちょっと大きめのバッグ、これをこの中に入れて持っていこうか、そこまで荷物は多くならないかなとか思いつつ、ちょっとまだ悩み中なんですけど、まあ、とりあえずこのこっちに入れるつもりで紹介していきますね。でまず洋服もあるんですけれども、黒のねベレー帽、猫がねお腹が空いてるの、黒のベレー帽、これこの前買ってご紹介した、これはちょっとかぶっていこう、もし髪の毛が爆発したりとかした時でも抑えられるようにベレー帽はかぶっていこうと思ってます。であとは一泊で結婚式に招待されてますので、クラッチバッグ、クラッチバッグが持ってなくて、あったんですけれども、断捨離のゴミ捨てをやってしまった時に一緒に捨てたみたいで、ミステで一緒に捨てちゃったみたいで、これは化粧品のコフレについていたアユーラの、もうだいぶ古いとは思うんですけどね、これです。とにかく手ぶらじゃなくて何か持ってればいいかなと思って、クラッチバッグ未使用品でちょっと使おう、これ持っていこうかな、この中にちょっと貴重品とかも入れて貴重品、そうですね、この中に入れればいいですね、アクセサリーも喉がおかしくない、アクセサリーもパールのネックレスも、本物の本パールみたいなのがあるんですが、ちょっとワンピース、テロッとしたワンピースを着ようと思って、島村にね素敵なお値段であったので、これちょっとちゃんとタグを取って旅先で、あとはリング、これもガラス玉、スワロスキー箱から出していきますけれども、アクセサリーをこういうポーチに入れて、これも化粧品、ディオール入れていきます。あとは髪飾り、髪の毛はもうそのまま、でもちょっと美容室も予約してないんですよ、だからカチューシャこれつけようかなと思っています。で予約してないのでくるくるを持っていきます。くるくるはこれつるつるになるプロ用っていうか、プロブラシとドライヤーで美容師さんがやられてるのが、素人でもできるタイプの、ナノイーのパナソニックのくるくるをポーチに入れます。入れて持っていきます。あとは大きなものといってはもうほとんど、これが雑誌の付録でフォーションの可愛いエッフェル塔と、この黒とピンクのあれは可愛いですよね、これこういう感じになってまして、下着まだ入れてませんが、そういうやつと飛行機に乗るので、この飛行機とかホテルで足元が冷えた時のスリコで買った
もこもこ靴下もぜひ持っていこうと思ってます。あと洗顔の時のヘアバンド、ね、あの結べないところのこう髪の毛をちゃんとキャッチしてくれます。これ忘れないように持っていって、あとは眼鏡、コンタクトもワンデーを持っていく、まだ持っていきます。ハンカチ、ちり紙、あと時計もちょっとねしていこうかな。携帯をチラチラ見なくていいように。これが可愛い猫の、この猫ちゃん可愛いですよ。こういう表情しますよね、猫がね。これなんかお風呂のバッグなんですけど、これにいろいろ入れようと思ってますが、これがあのスキンケアのちょうどなんか大手を買った時に意識ずらっとあのくもいただいて、朝昼晩コットンまで、コットンは持っていかないで、もう髪は捨てて中身だけ持っていこうと思う。クレンジングがねちょっと使ってしまったので、クレンジングは別でちょっとパウチに入れて持っていこうか悩むところです。あとは薬とかお風呂にゆっくり入ってなんか乳液でマッサージしようかなとか、あとクリームの、これはルリフト、そういうのやつですね。でそれからあの大阪では楽しみな人と約束をしているので、結婚式とは別のイベントで自撮り棒、これセリアで買った分で、こうやって携帯を挟んで、ここにスイッチがついているので、これでこうやって写真が撮れるという、これを持って忘れないように自撮り棒、これは持っていきます。あとは充電器も持っていかなきゃいけないですし、なんかちゃんと揃えていないパッキング動画ですいませんですかね。以上になります。でまた飛行機で行くので空港の様子や、あとはホテルの中も撮影が OK だったらホテルで撮ってみたり、そういったのもやってみたいと思ってますので、で今すごい何ですかね、ちょうどねシーズンで卒業入学シーズンで人も多いかなと思いますし、春の嵐みたいな天気もどうなるかわからないですけれどもね、楽しんでいってきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よいしょ、みこちゃんがね泣きました。よかったと思う方はグッドボタンと、あとは、チャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。さよなら。